リニューアル以前の停留場乗車ホームリニューアル後の、停留場三ノ和橋停留場は、東京都荒川区南千住一丁目にある、東京都交通局都電荒川線の停留場、同線の始発停留場である。駅番号は SA01。停留場位置は、日光街道の西側やや奥にある。関東の駅百選線認定駅の一つ。降車ホームと乗車ホームが別々になっている。 校舎ホームで乗客を降ろした後、乗車ホームに電車が移動して、乗客を乗せて発車する。現在の停留場の歴史は以下の通りであるが、現在の停留場に先立って1911年に、当時の東京鉄道によって、日光街道上に三輪橋停留場が設けられた。これらは後に、都電21系統及び31系統となり、大子電気機動が、 東京市電に統合され27系統となった後は、場所が離れた2つの都電場工場が存在する形態となった。その後、日光街道の路線が1969年に廃止され、現在の停留場のみとなった。なお、かつては近隣に21系統、31系統の運行を担当する美濃は電車営業所及び車庫が存在したが、 こちらも両系統の廃止とともに役目を終え、跡地は都営住宅となっている。三ノ輪橋の名前は、かつて付近を流れていた石神洋水と日光街道の交点にかかっていた橋に由来する。過去には路線図や方向幕で三輪橋と表記された例もあったが、現行の案内では三ノ輪橋で統一されている。ありがとうございます。